こんにちは、みさきです。渡辺です。はい、始まりました、みさきの部屋です。はい、よろしくお願いします。はい、今日はスカンダルレンジをやってみました。おお、はい、はい、大人気ですね。大人気ですね。まあ大人気だと思います。スカーフの折り方知ってますか？いや、まあいろいろあるんでなんとなくは分かるんですけど、ちょっとね、まあ、どれがいいか分かんないですね。そうですね、はい、今日はちょっと違うやり方、違う折り方を、バランスのよく見える折り方を今日はやってみました、うん、普通の普段のお団子だったりとかポリニーテールにも合うので、うん、ぜひこの方法を試してみてほしいなと思います。はい、はい、今日はやりますか？ぐいぐい。いや、大丈夫です。はい、よろしくお願いします、はい、では動画スタート。オイルをつけていきます。しっかりと毛先中心にまとまりが出るぐらいつけていきます。後頭部より下あたりでまとめていきます。ゴムで結んで小さめのお団子を作ります。お団子の部分を左右に2箇所ほぐします。毛先を2つに分けてロープ状に優しく編んでいきます。このままお団子に巻きつけていきます。ゴムで結んでいきます。スカーフを半分に折って、またそこを3等分に折っていきます。下からスカーフを通して上で結んでいきます。もう一度上で結んでギュッと縛ります。こんな感じで仕上がりました。スカーフの折り方一つでバランスもよく、すごく結びやすくなりますので、スカーフアレンジでお悩みの方はぜひこのやり方を参考にしてみてください。